見えるかいっか。こんばんは皆さん遅くにすみませんお待たせしましたやっほーこんばんはこんばんはワイファイ、うん、こんばんはお久しぶりですかこんばんは真夜中とは思えない爽やかさ やっぱ夜だからこそみんなが眠たい時間だからこそ爽やかに行こうかとこんばんは <laughs> 今日暑かったですね今日はこれあれ本当ですかなんでだろう位置なのかなカメラでもいつもと変わんないんだけどカンブリアこんばんちゃんむこんばんはこんばんはこんばんは <laughs> 雨が減んだこんばんは今日は起きてられてよかった遅くにすみません皆さんありがとうございます見ていただいて明日は10度ぐらい下がるあっ下がるんですか今日30度ぐらいでしたかね雨はどこへ行ったのかな雨降りましたこんばんはちゃんと来ましたありがとうございます昨日初見って言ってくれた人だありがとうございます 今日は前髪バっちりいやなんか今日は多分割とボサボサなんですよねで寝癖がちゃんと治らなくて編み込みでごまかすっていう作戦をしました今日の最高気32度やば明るく元気に爽やかに二十一席初めての純白女優長谷川瑛香さんですかううんううん <laughs> 気は入らなかった あの万引き家族に出ているれいちゃんさんですかこのボケはどういうボケだろうわからない私見てないしこんばんはまだ降ってない雨降ったよあ降ったところと降ってないところがあるんですねきっと地域によって地域っていうか場所によってね襟足が伸びた感じでめっちゃ伸びましたでもこの長さもう跳ねちゃうから逆にもう外跳ねってことにして外に跳ねさせる技を使います最近はそれかもう巻いて ごまかす帰りの電車横浜付近降ってないよ横浜の辺は降ってないんですねどの辺が降ってるのかこんばんはこんばんは2回目ざりありがとうございます2回目イエーイえー、と伸びたらツインテールにしゃで、りついおめでとうって伝えました伝えましたよはるちゃんにね 東京の西の方はもう降ってるかもこれから雨っぽい西の方でどの辺だろマック食べながらヤホキョンさんマック私今最近めちゃくちゃ食べたいと思ってるのにうやましいあのキャラメルのマークシェイクとポテトのセットで食べたい一番中途半端な時期でよね髪の長さそうなんですよめちゃくちゃ跳ねる時期だからもう跳ねさせますもうねストレートしても抵抗してもね 無理だから映画終わって外出たらぽつり来てたあっとつくばつくばにいるんですかつくばってどこだっけ <laughs> こんばんは台風が来てるみたいだから気をつけないとね気をつけましょうね雨ザわざだよこんちくわこんばんは今日も素敵ですありがとうございます髪のそ癖が外ハネになりやすいのかな多分か位置的にね外ハネになっちゃうんですよね久しぶりに。 動いてるれちゃん見えて感動嬉しいどんくらい久しぶりだろうありがとうございます動いてます動いとこうハンバーガー食べたいのらわかります毎日ハンバーガー食べたいと思ってるすいや眠いですかキャラメルとポテトは最強ねキャラメルシェイクおいしい260、ね、円クーポンのねよくご存知でおやすみなさい早いつくばは茨城か今日はほぼノーメイク今日はっていうかほぼ いつも <laughs> 無駄な抵抗しないところが男前つくばにいるんですかというかつくば市民ですよ茨城県つくば市あそうなんだしゃならん寒いこえそんなに寒いんですかえそんなに気温の差ありますか昨日も配信したもんね今日は何してたの 今日はいろいろしてました。暑 <laughs> くてレいちが溶けてしまってないか心配していました。お溶けてないです。ほら、こんな感じ。<laughs> キャラメルのシェイク昨日読んだ。あ、昨日読んだんじゃない。昨日飲んだ。いいですね。美味しかったですか美味しいですよね。いや、まだ暑いっす。暑いっす。明日どうしても行きたいイベントがあるのですが、台風です。どうしたらいいですか頑張っていこう。 もう着て長靴履いていこうでめちゃくちゃ早めにお家を出て電車が何時間遅れても大丈夫なように行くそれが一番いい手とけそうだったレいちゃめにとって眉毛描いてとリップがあればフルメイクそうその通り <laughs> よくご存知でもう今日もう目上げて知らないっていうまつげねあそれぐらいしなさいよって感じですよね家の小型船 小型漁船台風備え陸にあげたおっかっこいいな漁船持ってるんですかありがとうございますいえいえとんでもございません <laughs> 明日台風なんかね台風来るみたいですね風割と強くなってきましたもんね外もね雨は降ってないけどすごい始まって開始6分でめちゃくちゃしゃ,しゃべったえすっぴんでも外で出れる別に出れますよ まったく何もない日とかはとか普通にその辺出るぐらいの時とかはすっぴんこんばんはー50外ネ、ね、外羽、ね、すっぴんに思えないほど可愛いいやでも今はさすがにすっぴんではないですよリップとあのペ,ペペペってのと眉毛ねやってあるからすっぴんではないです私にとって顔に何かしら塗ってればリップさえね リップでも塗ってればそれがメイクだから台風の影響は明日の夜からあさっての朝までらしいから早めに帰るべしだね明日は台風の影響で雨くらいあ雨ちょっとだったらいいかなじゃあすっぴん廃止もできるねそれはちょっとどうしようかなそれはちょっとどうかなできないかな <laughs> 分かんないそのうちもしかしたら夜かもしれないですね 明日新潟県知事選ですが住民票は東京ですか私は東京トミ私は都民です東京都民えー、っと台風が来るのは明後日明日は海のなるほどねそういうことねナチュラルでも全然問題ないありがとうございます長谷川さんのメイク配信は5分で終わるその通り レインサングラスなくされないなくしてないですちゃんと持ち歩いてる移動の時にめちゃくちゃチェックするもん顔に何か塗ってればそれがメイクだからバイアスがねえか <laughs> そのかっこいいこと言ったふうえ赤パンダさんのこの数字は何だろう今から F1 カナダの練習倉庫を見ますおお F1 かいつの日かポニキャンですっぴんの長谷川さんと対面した気がする下下はあの時でも初めてじゃないですか あれが初めてだと思うなんか何事、うんうん、あれは顔面なんかクリームみたいなのやった日だったからそう今来た今来たになってるうわ可愛いありがとうございますどうして私のことじゃなかった <laughs> オレンジはニットニットなのかなサマーニット的な感じかな通りすがりに見て可愛い笑顔に惹かれましたありがとうございます こんな、あの、遅い時間の配信見てくれてありがとうございます。割とテンション高めで、あの、眠気が吹っ飛んでしまったらごめんなさい。元が美しいからね。やったー。ありがとうございます。こんばんは、レイちゃんも、こんばんは。ネットスラング。今北産業。んちょっと私にはわからない。難しい。今日は午前0時まで。ですねそんぐらいまで。 皆さん起きてれますか遅く、遅い時間ですけど、皆さん起きてられますか遅くないよ。まだ昼やん。どこにいるねん、うん、海外なのかな海外にいるのかなレイジェムのことに決まってんかなありがとうございます。大丈夫。よかった。こんばんは。こんばんは、こんばんは。綺麗な笑顔でいい夢見れそうですよ。ありがとうございます。嬉しい。 もう10分取っちゃった。大丈夫起きてるよ。ありがとうございます。今来たから状況を産業で説明してってこと。今来た産業。あー、なるほどね。え、そういうことなの扇風機買った買ってないですよ。昨日の今日で買わないよね。先ほどアドバイスいただいた通り、明日早く家を出るため、もう寝ますね。それはそれで寂しいけど、まあ、仕方ないか。あの、イベントは行ってくださいぜ、ぜひとも。 どっちかの夜は昼間んどっちかの夜は昼間、うん、うん、うんうんうん、うん、こんばんはこんばんはやっほーやっほー <laughs> さあどんどん最近ちょっとコーナーやらないでフリートークになってきましたね かかしますかどうですか昼に起きて夕方にイベント行ったので元気,ですお元気かーはてなって感じの表情か自分の持ってるレイバンサングラス海用のメタルマリンレイちゃムのは私は真っ黒のです普通にあのインスタに載っけたんですけど写真は普通に黒の普通のです 今日はスクショありあスクショいいですよトマトはね珍しくない今コンビニ新商品モグモグコーナーをあー新商品ないっぱいで「レイバーのサングラス」と聞くとスパムを思い出すなんでフリートークの異次元ワールドようこそーごめんなさいちょっとふざけすぎて異次元ワールド私異次元ワールド作れるかな割と普通の人だからな私。 今日の野球はセリーグが全部勝ちました。4年ぶりとか。あ、そうなんだ。ちょっと今日の結果見てなかった。ちょっと結果だけ見せてください。今日の結果。巨人、西武は巨人が勝って。ヤクルト、オリックスはヤクルト。お。DNA、にチャム、DNA。中日、ソフトバンク、中日。阪神、ロッテ、阪神。広島、楽天。広島、ほんとだ。全部セリーグが勝かかってる。 えっと、ああ、スパムメール。ツイートのっ取りね。ああ、なるほどね。そういうのがあるんですね。ツイートのっ取り。へえ。えーえー、っと、トマトがないなんて今からトマトを買いに行く。お買い物の範囲を一緒しないよ。セブさん、惜しかったな。交流戦全勝だ。あ、交流戦世界全勝だったね。ね。割と普通の人だとどういうことや 夏といえば海とかじゃなくて夏といえば夏といえば海のほかに何だろうプールとか行きたいな普通に大きいプールハワイアンズみたいな大きいプールに行きたいですね楽しそう行ったことないウォータースライダーとかしたい 海によく行くのよくのよは行かないかな夏に実家帰った時に行くぐらいですかね夏といえば個人的にはクーラーの効いた人ないいねナイトプールナイトプールっていうより普通に遊びたい <laughs> 普通にもうウォータースライダーとかで遊びたいですね がっつりも,うもう髪の毛とかメイクとか気にせずに夏といえばティフでしたあーテね実家って日本海日本海ですね私は新潟なので日本海です市民プール市民プールじゃなくてワンピースタイプの服は何着ありますか数えたことない何着だろう意外とワンピース持ってたりするんですよね意外とね 新潟といえば角田浜のホワイトハウスえ、ホワイトハウス新潟でおすすめの海岸はえなんだろう。なんだろう。わかんないおすすめの海岸日本海は砂浜少ないイメージえ、そうなんですかえ、砂浜ないイメージ そうなの新潟にウォータースライダーあるの。あるプールもあるはずですよ。多分。確か。事務所変わったから高校野球の地区予選オファーは厳しそうあ、去年やったやつに関してはね、あれね、毎年ね、女の子変わってるんですよ。だから多分もともとね、それはないと思うんですね。やっぱりワンピも無地シンプル。基本無地ですね。 わからないから男しか。んわからないから男しか。何かだろ。新潟の海岸にバイクで遊びに行った思い出。わあ、かっこいい。どこから来たんだろう。どこからバイクで新潟に行ったんですか群馬山形また千葉テレビで待ってるよ。出れるように頑張ります。頑張ります。 高校野球ね楽しかったな日本海側のいいところはサンセットビーチサンセットビーチなんだサンセットビーチなんだあそこあっ沈むからってことあれ違う夕日が沈んでいく方だからってことこんばんはのぶさんやッホー去年は楽しかったね夏シューティングスターさん 楽しかったね。まあ、夏よりちょっと早めでしたけどね。あれうん。7月、あって言っても7月ぐらいか。あ、8月年半か。そうそう。そう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 。何がそう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 。坂、坂ら登らないとそうそう。何がそうそうわからないから男しかに対して。ん 夕日がどっちに沈むか知ってますか東から西。でしたよね違ったっけ ?7 月。ビフテキさん、こんばんは。ビフテキってなんか、美味しそうな名前。ビービーさん、こんばんは。左。左って。 神奈川から新潟に遊びに行きました。トンネルが長くてクラクラしました。神奈川からですかめちゃくちゃ時間かかりそう。トンネルが長くてクラクラしました。もう。そんなにトンネル長かったのかな神奈川の家から新潟柴田と弥彦山登った。弥彦山登ったんだ。 山ね私も弥彦行きますね実家帰ったら友達に連れてってもらう東から西正解でしたイエーイバイクは排ガスから逃げられませんからねトンネルあっなるほどね車のガスが直に来ると直で来ると 飛んでるねバイクねさすがに地元は詳しい弥彦山弥彦山はだって小学校の頃も遠足で登れましたしね登山の時期とか小学校の時にあるじゃないですかで12年生は何とか山34年生はなんとか山56年生は弥彦山っていうのがありましたね 車の免許を取る予定は取りたいんですけどね。って思ってるところなんですよね。冬に関越トンネルを抜けると雪でチェーンを巻かないといけないんだよね。そう、多分、関越、違う、上越の方は特に、上中越はもう雪がもうすごいてくらいすごいから、つけないと危険ですね。あと、雪道で、あの、 練習した方がいいね。こんばんは、もじも、もじろうさん。なんか最近テレビの音量がおかしいなんだろう。テレビ叩いてみフんンって。<laughs> 普段はキックボードかい,い懐かしいキックボード地域によって臨間学校と臨海学校があります。え違うの帰りし沢。さ 石田温泉温泉に入った今日はチャンネルごとにすごい差がある。寿命どんぐらい使ってるんですか今日のイベント会場が駅から遠くて、直射日光、ちょ、あ、ちょ、ちょ、うふ、コメントか。直射日光でやられたあら。日がささそう。昭和か。<laughs> 新潟の修学旅行の定番はどこ基本的には、 中学生の時は東京かな車の方のトンネルってなんていうんだったかな関越トンネルは新幹線が通る方いやわかんない地デジになって買ったから10年結構使ってますねでもテレビの寿命ってどんなもんだろうわかんない石打ちわかんない石打ち 何でしたっけさっきの途中だった何だっけ帰り石沢あ間違えた塩沢石内温泉どこだろう違った6年だった礼ちゃん向けはテレビでかいのでかくなく何日だろうなんか全然大きくないですよちょうどいいって感じの実家のテレビは大きいけど一人のお家は大きくない これ何位置なんだよちょっと分からないな。6年って寿命なのテレビの寿命ってどのくらいなんですかテレビの買い替えサイクルは10年くらいって一般的言われてる。じゃあまだか。長谷川邸だからな。一人暮らしのうち長谷川邸なわけじゃないじゃないですか。ちなみに一緒に買ったブルーレイディスクレコーダー 去年壊れたうん歴史は叩くと脆いからですかソニーは3年程度えそんなもんなの実家は暖炉がある豪邸長谷川け。暖炉ないですよなんだっけあれなんだっけ薪ストーブ薪ストーブ暖炉じゃない薪ストーブです 鉄道は清水トンネル、高速はカエットだか。え、わかんないわかんない。全然わかんない。うちはタイム2010年から使ってる。でも、そしたら8年か。うちはブラウン管だから大丈夫だよ。え、そうなの本当ソニータイム。今頃こんばんは、こんばんは。液晶テレビは1万時間ぐらい。あ、そういう感じテレビっ子でずっと見てるからかも。それは、長谷川も負けないぐらいテレビっ子ですよ。<laughs> フルハイビジョン買ってすぐ 4K が出た人が。ああ、そう。 違ったトンネルはシャドウの方ですあのマジでフリートークでいいんですかえダメですかフリートークやめとくあともうちょっとだけどなんかしとくどうしますどうしよう暑いまだクーラーつけてないんですよね1日まだ早いかなと思って僕もテレビはまだブランクえそうなんですか レイチゃムがいいなら全然 OK なんか時間中途半端かなと思ってもぐもぐ配信もぐもぐするもんないもんどの配信でもそうだけどフリートークが一番好きそう言っていただければチャムさんクーラー好きいやなんか本当はクーラーよりも冷房じゃクーラーよりも扇風機つけたいんですけど扇風機がなくて欲しい扇風機が欲しい 家はエアエアクありません、ね、どうやって過ごしてるんですかそうだ布団カバーもまだ冬用なんです新しいの買ってないのまだなかなか壊れないからずっと使ってるんだよねテレビ物持ちがいいのはいいですねまずクーラーのついた家に住んだことないえっ、ー、暑そう普段すごい じゃあみんなで大型扇風機を事務所に送ろう。大型じゃなくて、うん、いいですよ。ちょうどいいもの。<laughs> 長谷川さんの欲しいもの、扇風機、女優ライト、ホワイトボード。普通に、なんか、ショールーム用って感じですね。扇風機は買おう。夏用のひんやりのやついいですよね。そういうのあるんだ。サーキュレーターみたいなちっちゃい扇風機ならいいんじゃん。ちょっと探してみよう、扇風機。自然の風。自然の風で過ごしてきたのか。 折りたたみ傘、あ、折りたたみ傘は買ったって言いませんでしたっけど、私。折りたたみ傘はね、ゲットしたんですよ。レインシューズだね、あとね。梅雨に向けてね。扇風機は羽ねあり羽ねなし。あのね、こだわり特にないです。なんでもいい。趣味として扇風機を自作しましょう。やだよ。 小型じゃなくて大きいのがいいね。こんばんゃちゃむちゃむ、ヤッホーって言ってもね、24時に配信終わるよー。さあ、と4分なのでお知らせの時間にしましょうか、皆さん。ということで、でねじゃんじゃーんやっ舞台、オバけストラでございます。エンターテインメントライブステージ、オバけストラが。 7月の11日から7月の16日まで本番ありまーす。公演がございます。でねーねーねねー、イエーイ。場所は新宿のシアターサンモールでございます。でん。はい。で、チケットの一般発売開始されておりまして、私のツイッターにリンク貼ってございます、貼ってありますので、是非とも是非とも是非ともそっから飛んで、チェックしていただいて、7月の 11から16日1公演でもいいのでぜひともぜひとも来ていただけたらなと思います意外とあと1か月ちょっとですよそうでねここに書いてあるやつ読みますねあ一般チケット取ってありがとうございますそろそろチケット取るべきですねぜひともチケット取ってくださいそうで 異国上手漂う大正時代音楽歌劇学校に通うため上京してきた少女みこと不安と期待に胸を膨らませながら着いた居候先は華やかな都会と書いた真逆の古びた洋館そこで彼女を待っていたのはな主だけではなかった狼男に地レー座敷わらしにバンパイア洋館の地下施設 隔離をライブステージで繰り広げられる音楽好きな妖怪たちとのミッドナイトパーティー、人とお化けの奇妙な共同生活、その先にある美琴の未来とはっていう感じでございます。はい。で、私はチミっていうやつ。えっと、チミっていう役なんですけど、チミ猛狼っていうののチミちゃん。チミちゃん。 バランスの良い可愛さですね。どういうことどういうことどういうことなるほど。面白そう。楽しそうですよね。なんだちみはなんだちみはのちみじゃないですよ。もちみもおりょ <laughs> ちみもおりょあの皆さんそんな、今いろんなイベントとかあったりと、ちょっとお忙しいかと、 思いますがぜひお時間あれば来ていただきたい何日見に行けばいいですか見に来れるだけ見に来ていただけたら嬉しいかなと思ってたり思ってなかったりするんですけれどもい,ーいかがでしょうかお忙しいかな 一公演は必ず行くよ。もう一公演でも全然もう本当に嬉しいです。ありがとうございます。ということで皆さんぜひともぜひともぜひともお化けスたラ見に来てください。お待ちしております。お知らせはこんな感じで。で、あの、もし初見の方とか今見てくださってる方にいたりとか フォローまだよ、だよーって方、この、ルームフォローと、ツイッター、インスタもやっておりますので、フォローしていただけたらと思います。ぜひともぜひともぜひとも、ぜひともぜひともお願いします。ということで、あっという間に24時になります。最近締めの時間になると、こうやって音が鳴ってきますね。なんででしょう。<laughs> ということで皆さん遅い時間なのに地方には来ないのかなそうなんですよ今回の舞台に関しては東京だけになりますのではい見てください遊びに来てくださいはいということで皆さん遅い時間ありがとうございました6月10日になりましたでは明日も楽しみましょう頑張りましょうおやすみなさいバイバーイ 狙ったようにサイレンが来るんだよ最近なぜだろう <laughs> おやしみなさいバイバイ